どうも皆様こんにちはこんばんは。私スクナというものです。こんにちは。元気かしら？本日も、ファンダム JP 様のレベルをご紹介しようの回となっております。了解したわ。それで、今回はどのレベルなのかしら？今回ご紹介するのは、レベル145イータ、監視室です。ここはどんなレベルなのか。早速見ていきましょう。まずはレベル145イータの基本情報です。レベル145イータこそ、監視室の理解度は 75% です。危険度は5分の1です。あと今回の情報は、ファンダム JP 様に掲載されています。気になった方はぜひ本家様の記事も見てみてください。では次の情報です。レベル145イータは、最古級の PC から最新鋭の PC までが揃っている、常に明るく無限に広がる監視室のような空間です。その空間の内部では、レベル0イータほどではないにしろ、その天井の蛍光灯から強いハム音が響き渡っています。また、この空間の構造は変化しません。この階層には様々な株が置かれており、一部の株からはアーモンドウォーターを発見できます。この階層の PC には、電源がつかないものや、常に起動し続けているものなど、様々なものが存在し、デスクトップ画面には様々な階層の様子がリアルタイムで映し出されています。当初、その階層を映す監視カメラを発見しようとする探索が行われましたが、いくら探索しても発見することはできませんでした。そのため何かしらの未知の技術あるいは異常現象によって、様々な階層の様子がデスクトップ画面へ映し出されているのだと結論付けました。レベル145イータの PC の画面の映像に、それが映し出す階層の内部をさまよう人間の姿や、その階層の固有な異常存在の姿などが映り込むことがあるわ。それらは、たとえこちら側が視界に入るような動きをしたとしても、こちら側には何もないかのように振る舞うでしょう。あと、未発見の階層がデスクトップ画面に映し出されていることもあるの。だから、この空間は未発見の階層の探索に重宝されているわ。幸いなことに、この階層には異常存在は存在せずに、安全に滞在できるでしょう。次に追記よ。後の調査で判明したことなのだけれど、撮影を拒むような性質を持つ階層は、この階層のデスクトップ画面の映像においても、映し出されないようなの。あと、写真や映像などに何かしらの影響を与える階層や、視覚や情報などを通して影響を与える階層は、この階層の映像に対しても同様の影響を与えることが判明しているわ。不用意に映像を閲覧すると、影響を及ぼしてくる危険性があるから、注意すること。最後に出入り口です。まずは入り口です。ザ・バックルームズの屋内の階層のみに限り、監視室と書かれた扉を開けると、レベル145イータに移動します。最後に出口です。レベル145イータの中の、リターンと書かれた扉を開けると、一つ前にいた階層に移動します。レベル145イータのデスクトップ画面に外れ落ちると、その画面が映し出している階層に移動する、という報告がありますが、信憑性は低いです。というわけでレベル145イータの紹介でした。今後のザ・バックルームズの発展に貢献しそうなレベルだったわね。使うことのデメリットも少ないし、有効に使わないとね。というわけで今回はここまで、リクエストは概要欄、コミュニティの投稿、X の自己紹介欄のリンクからどうぞ。ご視聴ありがとうございました。その日から始まるの